ず気になってることとしては、まあ、皆さんどっちかというと皆さん自身が、音量がもっと出たらいいなって思ってるようだというふうに伺ってますけど、認識は大体合ってますかね。はい、大体合ってるね。あとは、話を今お伺いしてて面白かったのが、どっか気になる合奏中に気になるところが出てきて、それを取り出してこう確認して練習するとその時は良くなるんだけど、また通したりするとさっき引っかかったことと同じことにまたなっちゃうみたいな、これなんか面白い謎がありますね。あのなんでそうなってるのかっていうのはもちろんあの現時点では全く分かりません。こう様子を見たり、皆さん の, あのどういうことを大事にしたり考えながら、練習をしているのか、そこに何か盲点があってそうなったりしてるのかもしれないし、あの2時間の時間の中でその謎も解ければ嬉しいなと思ってます。解けないまま終わるかもしれませんけれども、まあ、主にその2つを、とりあえず視野に入れて進めていこうかなって思ってますが、流れの中であの出てきたこと、疑問になったことがあったらどんどん言っていただいて、その誰かの、疑問とか質問事項が実はみんなにとってももっと興味のあることだったりとかして、したらそれに話の、重点を移していくということもあのもちろんやりますので、まあ、それはやりながら見ていこうかなと思ってます。で音量に関しては、持ちネタの中で一番関係しそうなのは、まあ、呼吸法のことで、僕 YouTube などで、学校とか学校の吹奏楽部とか社会人の吹奏楽団の場で、呼吸法の解説をしてみんなにやってもらうっていう動画を公開しているので、まあ、先生それをご覧いただいてちょっとやってみたことはあるとのことだったので、一応ざっと早めに、その辺は説明をして改めて試してみてっていう感じでやろうかなと思ってます。北極とかっておっしゃってた。だから北極呼吸法、北半球呼吸法、赤道呼吸法、南半球呼吸法、南極呼吸法、あ、なんか聞き覚えがあるってことね。現時点で、自分はもう間違いなくこの呼吸法が好きだみたいな好みがあのもうはっきりしてる人っていたりしますか？比べた上で。あんまりピンときてない。そうか、なるほど。じゃあこれ危ないですね。もし僕もやってみた上でピンとこなかったら僕のレッスン法が、中途半端ってことだし、でもしピンときちゃったら先生何やってんのみたいな感じになってしまうから、これはどうしましょうかね。やめときますか、呼吸は。こっちのメンツも立たない可能性があるから。いや、嘘です、ちゃんとやります。じゃあ、改めてその呼吸法のことを、やってみようかなと思いますが、そうだな、呼吸に関して疑問質問が現時点でなんかはっきりしている人があのいれば先に聞いておくと、それも織り込んでレクチャーできると思うので、なんかそうすごく気になっていること、疑問なことがはっきりあるという方いたら今教えてください。呼吸法に関して、で呼吸のことに関して。なあ、そこまでなさそうですね。まあ後からあの今言う勇気がなくても、後で言う勇気が出たら後で言ってもらっても構いません。じゃあちょっと呼吸法のことを早速、話を始めていきますね。はい。じゃあ、呼吸の、呼吸っていう日本語漢字がありますよね。呼と吸っていう。で、吸っていうのは、別の読み方をすると何ですか？吸ですね。なので呼吸の吸が吸うということを意味してて、呼吸の呼はということは呼ぶ。呼吸で言うとどっち？その通りです。吐くことに相当してます。なんで呼ぶ、子と呼ぶのかは、はっきりとは知りません。でも解剖学用語で、息を吸うことを担当している筋肉のことは、吸気筋群って言うし、息を吐くことを担当している、関わっている筋肉は、呼気筋群って言ったりします。だから、その解剖学用語から来てるのかもしれない。呼ぶだから、発声だから、息を吐くことなのかなとか、そういえば調べたことがなかったです。覚えてたら今日のレクチャー終わったら調べます。でも、まあ、呼吸は
吐くことと吸うことで成り立っているわけですね。じゃあ吸うって何だろうかと、基本っていうものはみんなに当てはまるものこそ基本ですよね。なので、みんなとりあえず吸うってことをやってみたときに、全員もしくはほぼ全員の意見や感覚がマッチしたことを基本として採用しようと思います。じゃあ吸うっていうことをみんな、ちょっとやってみましょう。鼻からでも口からでもいいのでごく楽に、そうだな、2秒ぐらいちょっと息を吸ってみてください。どうぞ吐いてください。ふう、鼻でも口でも楽な呼吸でいいですよ。じゃあ4秒ぐらい吸ってみましょう。どうぞ吐いてください。ふう、じゃあ6秒いってみましょう。どうぞ吐いてください。うん、結構吸うことになりましたよね、6秒も吸ってるとね。じゃあ結構吸った時に、あるいは吸っている間、体は動いたか全く動かなかったか、それをちょっと聞きたいと思います。全く動かなかったっていう人いますか？動いたんじゃないかって感じる人ってやりて。 OK、全員一致しました。なので吸うとき体動く、これ基本みたいです。じゃあどんな動きだったか、体が小さくなる感じがした、これ選択肢 A。 選択肢 B、 体が膨らんで大きくなる感じがした。選択肢 C、体が宙に浮き上がった選択肢 D、その他。じゃあちょっとアンケートを取ります。体が息をたくさん吸うにつれて体が小さくしぼんでいく感覚があった人いない？体が膨らんだり大きくなるような感覚があった人、お、見た感じ全員 C いないのか、地面から浮き上がった人いない、ね、空中浮遊の能力がある人がどこかにいないかと思って、どこ教えに行っても必ずこの選択肢に確認しますで、何人か手を挙げた人がいるんですけど、本当って聞いたら目を背けられた嘘ついてたみたいです。でその他もいないですね。じゃあとりあえずこの吹奏楽部の吸うことの基本は体が動く、どんな動きか、膨らむ大きくなる動きのようであるということが分かりました。じゃあこれはみんな一致してる基本なので意識しても多分悪いことはないだろう。じゃあ次は、また吸ってみてもらいますが、どれぐらい大きくなるかしら、どれぐらい膨らむかしらとか、あるいはどの辺が膨らむかしらとか、特にこれは答えはないです。膨らむんだなっていうことになんとなく着目しながらまた息吸ってみましょう。3秒ほど吸ってください。どうぞ吐いてください。ふう、じゃあ6秒ぐらい吸ってみましょう。吸って6秒間膨らみ続けるってことですね。じゃあ吐いてください。ふう、これやっただけでもちょっとめまいした人がいるかもしれません。どういう時に吸ってめまいを起こすかっていうと、いつもよりいきなりたくさん吸えた時です。確か酸素濃度が上がって、まあ、過呼吸みたいな感じですね。なのでちょっとめまいを起こした人はたくさん吸えた証拠ではある。でも本番でね、たくさん吸うのが大事だから、よし、めまいが起きるぐらいたくさん吸おうと思ってめまいを起こして吹けないとかはやめてくださいじゃあ今吸うことの基本が分かったので、それを意識して吹いたらどうなるのかというのをちょっと試してみましょう。じゃあ皆さん楽器を用意していただいて、ちょっとね、服以外の楽器の人はどうか、まあ、ふーんって思って聞いていただければ、はい、10秒ほどどうぞ各自音出ししてください、はい。Thank you.
呼吸法って意識してますか？例えば、だったら重心を下げるとか、どれぐらい、例えば合奏中の、あ、これ正直に答えにくいかな、何パーセントぐらい頭の中にあるこう重心下げる感じでスーっていうのって 20% ぐらい。部長？いや、違います。違う、部長どこ、はい、部長はどうですか？呼吸するときはなんかとにかくいっぱい体に溜める、溜めるっていうのを合奏中どれぐらい意識してますか？20% ぐらい。 20% ぐらい、ね、分かりました。じゃあ普段合奏で意識してるレベル、あ、意識してる内容を意識してるレベルの呼吸で一回チューニングベイを出してみましょう。はい、はいはい、人によって変わると思います。じゃあそうだな、八拍間伸ばしてみましょうか、はい、いきますね。いつものような意識の内容やレベルでいきます、はい、呼吸の意識のレベルの内容。1、2、せーの。じゃあこれがサンプル1です。じゃあ次は呼吸について何も考えないでおきましょう、まあ、あるいは考えるとしてもなんか適当に、はい、一回その呼吸の意識を外したバージョンを聞かせてください。はい、8拍いきます。1、2、せーの。でやってみると普段の意識の内容とか程度がある方がそれがないより音良かったですねって思いませんでした？あ、そうですね、ね、はい、ということは普段取り組んでらっしゃることは、まあ、無駄じゃないってことが、これね、あの本当に実験でやってみたんですよ。どっちがいいだろうって今やってみると、普段の意識の方がそれがないよりはいい音が出てて、音も音量とか音程もキープ、全体としてはキープされてたので、なので、まあ、普段の取り組みも方向性としては多分いいだろうと思います。あの吸い方が結構あんまり無理ない吸い方をしてる音がしたので、そのなんかみたいな風の音が聞こえたんですね。無理して吸い込んでる時の音ではないな、でも結構しっかり音はしたから、まあ、吸えてる量は割としっかりあるのかなっていうのが僕個人の印象でした。じゃあ、膨らむっていうことをなんとなく意識しながら吹いてみましょう。吸う時間をちょっと長めにとります。1、2、膨らむ、出す、やってみましょう。いきます。1、2、膨らむ、出す。感じた人ってどれぐらいいますか？自分的に3、4割ぐらいいますね。普段よりやりづらかったっていう人はどれぐらいいますか？は何人かいる。その個人に関しては、やりづらかったなら、やらなくてもいいです。ですか？もちろんやり大体の場合やりやすい方がいい音が出るっていうのは傾向としては強いと思うので、なのでやりにくかった人はもちろんやらなくて OK です。で、どこまでいったっけ、うん、吸うことの基本なので、基本多分ほっといてもやってるんだけど意識することが逆効果に働いたってことかもしれないのでね。まあひとまず、息を吸うってことは何だろう、体が膨らむっていうことだっていうことを理解した上でそれを意識して音を出すっていうことが実行できました。ここまでで質問不明点がある方いらっしゃいますか？